はい、問屋急生物院長の石村です。お願いします。本日は、美味しい玄米の炊き方についてお話したいと思います。私もですね、玄米を食べて、今ですね、現在まあ17年ぐらいになりますね。17年ぐらいですね、まあ玄米を食べているわけなんですが、まあ、初めのうちはですね、まあ知識がなくて、まあ農薬まみれのね、玄米を食べてたりですね、いまいち美味しく炊けてないのに、まあ無理してね、食べてた時代がありましたね。玄米をですね、まあ美味しくないっていう方がいらっしゃるんですが、まあそれはですね、うまく炊けてないからだと思うんですね。実際ですね、うまく炊けるようになれば、皆さんですね、美味しい美味しいって言って、食べれるようになりますので、ぜひですね、ご参考にしてください。一つ目ですね、まあ無農薬減農薬の玄米を使用するね、無農薬減農薬の玄米を使用するね、玄米というのはですね、まあ胚芽と、まあ、ぬかの部分、まあ、外側の部分がですね、まあ、取り除かれてませんので、農薬まみれだと、まあ、危険ですね。まあ、健康のためにですね、玄米を食べられる方が多いと思いますので、農薬まみれですと、まあ、その農薬のね、リスクが高くなりますので、無農薬か減農薬の玄米を使用していただくといいと思いますね。スーパーなどではまずあまり売ってませんので、まあ、インターネットで買うか、ナチュラルハウスとかね、まあ、自然食品屋さんで買うしかないですね。まあ、インターネットでね、買うことの方が、まあ、便利じゃないかなと思いますね。2番目、ザルに入れてホコリを取るくらいのつもりで洗う、ね。まあ、2号なら2号 1号なら1号ですね。ザルに入れてですね、まあ、水で洗うんですが、ゴシ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 ですね、白米を炊く時のようにですね、ゴシ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 、まあ、しない方がいいんですね。どうしてかというと、ゴシゴシ洗うと胚芽が取れてしまうんですね。胚芽が取れてしまうね。玄米というのはですね、まあ、芽がついてるんですね。芽が、この胚芽もですね、まあ、重要な一部分なので、ゴシゴシ洗うとですね、胚芽が取れてしまいますので、まあ無洗米のようにですね、まあ、無農薬減農薬の玄米ならですね、ホコリを落とす、ゴミを落とすぐらいの気持ちでさーっと、まあ、水で洗っていただければ、まあ、十分だと思いますね。その次、白米と玄米を混ぜないね。よくですね、白米と玄米を混ぜて炊いてる方がいると思うんですが、まあ、それでね、まあ、美味しいと思うなら、まあ、それはそれでいいと思うんですね。でもですね、まあ、玄米と白米の炊ける時間が違うんですね。炊ける時間が違うからね。例えば、まあ、白米がまあ45分で炊けて玄米が1時間半かかるとすればですね、玄米と白米を混ぜると玄米コースにするとですね、白米がぐちゃぐちゃになりますし、白米コースで炊くと玄米が硬くなってしまうわけなんですね。ですので玄米だけが、まあ、理想ですね。玄米を食べたい方は、まあ、無農薬減農薬のお米を使って、玄米のみで炊くのがいいと思いますね。その次、玄米モードで炊く、まあ、これはまあ当たり前ですね。白米モードで炊きますと玄米が美味しく、まあ、炊けませんね。まあ、あとちょっとですね、まあ、書き忘れましたが、少し水につけないとダメですね。冬場だと、まあ、6時間程度、ね。夏場だと、まあ、3時間から6時間ですね。おすすめは、まあ、夜寝る前にですね、まあ、スイッチを押して炊くのがいいと思います。あとはですね、私の YouTube 動画の玄米の意外な注意点とかね、そういうのを見ていただけるとですね、実は玄米というのは毒を持ってますので、その発芽させながら炊く、発芽した玄米を炊くというのが、まあ、重要だということをですね、私の YouTube 動画、玄米の意外な注意点というようなね、題名だったと思いますが、それを参考にしていただくとさらにいいと思います。次ですね、雑穀を入れる、雑穀ね、まあいろんなね、雑穀が売ってると思うんですが、まあ、それを玄米に入れていただくと、まあ、もちもちね、した食感が得られやすくなりますね。
たくさんですね、雑穀を入れるのが嫌だという方はですね、特に今黒米がおすすめですね。黒米を入れるとですね、まあ、もちもち炊けますね。あとはですね、この雑穀もですね、まあ、中国産とありますので、こだわる方はですね、国産の無農薬の雑穀を探してみてください。その次ですね、粗塩を一つまみ入れる、ね、これはですね、まあ、炊く前ですね、まあ、無農薬、原農薬の玄米を、まあ、ザルに入れて、まあ、水で、まあ、ほこりを落としますよね。それで、まあ、炊飯器に入れる。で、まあ、炊飯器の指定したその玄米の水量まで入れてですね、雑穀などを、まあ、入れると、ね、その後にですね、粗塩を一つまみ入れるんですね。粗塩を一つまみ、まあ、どうしてかというと、玄米には少しミネラルが少ないんですね。少しミネラルがですね、少ないと、まあ、栄養価としてはですね、ミネラルが少し不足してますので、粗塩を一つまみ入れると玄米が完全食に、近づきますね。その次ですね、まあ、これが美味しい炊けたかどうかの、まあ、なんていうんですかね、まあ、指標になるんですが、カニの穴ができていたら美味しい玄米が炊けた証拠ね。玄米が炊けましたよということで、まあ、炊飯器を開けてですね、ポコ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 って、まあ、カニの穴のようなですね、穴が開くんですね。その穴が開いていれば、玄米が炊けたし、美味しく炊けた証拠なので、まあ、玄米が嫌いな方もですね、そのカニの穴を確認していただきまして、まあ、カニの穴ができていれば、玄米嫌いの方も白米同様にですね、美味しく食べれると思います。本日はですね、美味しい玄米の炊き方、これについてお話しました。私もですね、長年玄米を、食べていますが、まあ、このようにして、食べるとですね、玄米が美味しく炊けます。あとはですね、私の YouTube 動画の玄米の意外な注意点とはね、確かそういう題名だったと思うんですが、そちらもですね、参考にしていただくと玄米をより安全に食べることができます。そしてですね、健康に結びつけることができると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。以上です。